はい、2020年10月29日ドラクエウォーク、本日はシャドウサタンメガモン出てきましたんで、とりあえずやっていこうと思うんですけど、これね、いろいろね、悩ましいとこあるんですけど、まず性能見ましたけど、これ集めるのがすごい微妙で、推薦レベル40っておそらくそんな強くないんじゃないかなって。それからちょっとね、開始までに1分あるんで適当に喋ってますけど、このね、まあまずこのハロウィンの福引き出ましたと、あの竜王と神田だとデスピサロと、まあ誰か引きたい人は引いてくださいっていうとこかなっていうところで、それから10月31日かこれ11月か土曜日日曜日の間にかけて、このハロウィンナイト夜にもメガモン出ますって、まああれ運営さんあれだね、夜なんか活動させようとしとんね。これがだんだんあれかな、正月とかになると当たり前になってくるのかな、クリスマスナイトとかやるんかな、ここら辺。まあまあこういうのもやりまして、これによってシャドウサタンがおそらく集めんでいいようなやつが1日3回も4回も5回も戦えるということで、まあこの日はハロウィンナイトの日ですけど、なんかお金だけのために戦いそうかなというところで、性能なんかの方はまあちょっと今のところ私の手元ではないでググってくださいというところで、それからですね、1個だけ朗報というか、1個しか朗報がないんかというか、これ朝のね、7時から10時午前枠のところで、このどこでもメガモンを一応選べるようになるんですって。ただこれブラックドラゴン、ギガンです、メタルドラゴン、ゴーレムでもうあれだね、バリゲンいないし、まあ、私はゴーレム欲しいでいいけど、微妙なメンバーかな、選べるのはいいけど、もう過去のもこれでも全部選べるようにしちゃよかったね。そうしたら結構盛り上がると思うんだけどな、竜王とかさね、バラモスとかあの辺りまだ欲しい人おるかなというところで、とりあえずそろそろあれかね、そんな辺りですかね。あとメガボンのシャドウサタンが出ますということで、性能見ちゃってまた微妙かなって。これがさらにね、1日3回シャッフル枠入れたら4回、これ絶対集まるに、まあ、とりあえずやってみましょう。とりあえず行ってみます。一応デッキの構成は左のような感じで、デインデインバギーもしくはドルマにしたんだけど、私の予想としてはドルマダメ、イオダメ、メラどうなんだろう、よくわからん、デインまあまあヒャドダメっていうような予想なんですよ。バギーは通らないおかしいだろうというところでこんな感じにしました。手持ちの武器がね、そんなに効果力があるところ、せっかく最近引いたところのあたりしかないからっていうのもありますけど、まあ事前情報じゃないけどね、昔のシャドウサザンのね、イメージじゃないけど、情報からいくと、シャドウとかドルバはダメだよね。ね、イオもなんか殺してきそうだよね。デインは逆にあれだよね。あいつ。この前のね、あいつがありますが、新しい杖が出たやつ。名前が出てこんね。あの漢字難しいやつ。それがあるんで、だからね、おそらくフィーチャーしていくんじゃないかなというのと、このバギムチはこれで効かんかったら、ね、何のためにガチャねリリースしてたかよくわからんすよね。まあね、竜王とかデスペサルとか簡単なの抱き合わせの復刻してくるぐらいだから、何でもありっちゃありだけど、誰かあれ引くかな、簡単なトマホクぐらいじゃないかな、せいぜい竜王はあれだね。だからあれギラーとかあれなんだろうね、あの情報修正したんだろうね、一応上さんで。ちょっとこれどういう風になるんだろう、オートで数、あ、ここでもあれか。見た目怖いんだけどな。ちょっとまあ打ってみら。どう、あ、バッチリ頑張れなっとる。ギガソードは1500。普通打っちゃ普通。あ、縛った。これはバトマスの雷神。これ1凸です。2000。まあ普通。これがバギムチ。ちょっと最初ね、分かっとるけど、あとドルもやらせてください。絶対通らんと思っとるけど。多分ダメだと思うんだわ。弱点で取るけど、700はこれ弱点出るだけでダメだろう、多分ダメだろうな、これイオも多分ダメだと思うんだけど、想像的にはメラがどうなんだろう、一回逃げてもう一回やり直す、そこまでのあれかな、強さじゃないかな。ちょっとじゃあ途中ぐらいまでオートできますわ、うん、どうだろう、どうだろう、これなんか、まあ最初はね、確かに体力減ってこうとメガボン最近本気出さんとこありますから、カラミティストームで3000、めっちゃ与えるね。バギーはいいか。バギーはいい、でもカラミティストームがちょっとあれだもんな、破壊力別だからな。デインはバーいいんじゃないかな。これ弱いぞ。いや、前ヤドやってこうと思ってたんですよ。ヒャド耐性にしたんですよ。だからヒャド盛りにしたんですよ。
あの、まあ、青の時の防御のデッキ構成をそのまま移してで武器だけ変えた。これ弱いんじゃないか多分やっぱり。ん？そんなにあれだよね。減ってきたところでこれで半分ぐらい、半分減るの早いよね。体力そんなないよね多分これ。バトバスと怒ったこれで 6C2400 ってところか。バギムチがやっぱ別格だな。これコクランとかどんなもん与えるんだろう。あとあれだな、世界樹とかか、そんなあたりが見たいところか。強くないぞこれ絶対。ダークマッシャー200、見つめが怪しく光る。何をやる。な、大回復1枚でここまでいけるっていうのもちょっとあかんぞ。まあ、多分ね、バリゲインがあんだけのことだからやらかしたので絶対で弱くしてくるとは想像したんですよ。これちょっとバギムチインチキだな。これはザギはーはー、回復やられましたね。ちょっといっぺんこのまま行ってみよう。空裂弾やる。バギがあれが入っとるでか。はい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 、そういうことね。ブレイク入っとるでか。ブレイク2段階入ったらあれか、ギガソードやるより強いってことか。これちょっとタイム、ここでさ、もうちょい見たい。ちょっと舐めとるわけじゃないけど、ちょっと見させてください。ここでどうなる。縛り解けるでしょう。ザキは分かった。ザラキじゃないね、ザキなんだね。縛り解けた。漆黒の爪弱いぞこれだって。マヘアド、これダメだね多分ね。弱いで、ね、ちょっともう一回見させてください。これ回復いらんのじゃないの。周回パーティーとかでいいんじゃない。ちょっとこれ遊んでいいっす。いいかな、せっかくだでいいよね。ちょっとこれ防御もう一回して、ダークバッシャー85、これ多分弱いだろう。ちょっと一回ちょっとタイム遊ばしてください。いっぺん性格悪いでしょ。いやちょっと遊ばしてこれ多分あれだわ、あのダークキングとかの形じゃないのあれ。これその後高難度とかなんか来るのか。ちょっとね、これ最初ね、私ね、この時間帯にね、どこでもメガモンの時に重なって、こいつシャドウサタンね、2体ぐらいかな、私の半径内に。出てきたんで行ってこうかなと思ったんですけど、これ、多分ね、あの、いや、要は集める価値がないってこと？これちょっと、この周回パーティーで行ってやってみますわ。あのね、性能見てね、微妙だなと思った後、回数が多すぎて、多分これ、メガモン自ら出張ってかんでも、どこでもやっとるだけでも多分、そのうち集まるし、多分やらんで良くなるというか、もういらんというか、他のがいいとか、ギガンデスがいいとか、バリゲン復刻してとか、いう状態になるんじゃないかな、ブラックドラゴンもう一個集めようとかっていうね、多分ね、って思ったんですよ。性能がね、私の今手元にないであかんですけど、何にも一回も戦ってないでわかんまだ。即死耐性があって、赤で、そんなに突出した強さってわけじゃない。これだったら何言ったらいいんだろう。悪魔の騎士とか、でもいいんじゃないかな。って思えるぐらい。即死耐性が欲しいかな。うん。その悪魔の騎士よりとか。ただこれがあれだよね。即死耐性こんだけつけてくるってことは、パンプキンの祠か。ハロウィンの祠か。まあ、どっちでもいいや、パンプキンでも。これ、今週日曜日ですよね。それが、異常にやってくるっていう可能性高いよね。こんだけあれだよね。即死耐性の心ばっかだもんね。これ、想像からいくと多分ね、回復なしのなんか構成でいけると思う。弱いパターンだと思う。うん、思います。ちょっと行ってみますよ、このまま。ドン。タイマー好き何これ、ドルまで2800与えるよ。弱点じゃないのこれ。イオナズも1200だわ。はー、これもうあれか、多分ねドルバとかは絶対耐性だと思うんですよ。ヒャドとかもヒャダルコで100でしかない。ヒャダルコだもんね。これ弱いやつだな多分。ドルマ効くの、超弱点で言ってるの2000いっとるよ。
ドルバーで行った方がいいってことこれ。天下無双で1200〜1300か。6回だもんな。はやぶさ切りでもだってこれ。これ絶対弱いだろ多分。きついかなこれで。どうだろう。タイマー付き与えるね。これ分かった。言わず言ったでしょ。これさ、途中までやってさ、もう一回退場させてください。それで、他の構成で、メラブレとか入ってるやつあるの確か、悪魔の騎士とか、あの辺りで持ってくわ。メラブレと確かで、ね、ゴスマかなんか入ってるやつないかな。言わずだったかな。ちょっとその辺り持ってってみたい。キャノン入ってるやつ持っていくか。これ、多分ダメだね。周回でほんと火力寄りの構成にした人ならこれ多分勝てるんじゃない余裕で。私のでここまで来とるので、ダークマッシャーでようやくピンチになってきたところか。ここら辺であれかザキモードに入ってくるってこと。これタイマー好きでいいんじゃないのねえ。私のバギムチ一本あるから、バギムチタイマー好き、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 タイマー好きでいいんじゃないこれ。ナズンとかやるよりはよっぽどいいね。これ、そんなあれだね。ちょっとさ、これでさ、ザギがめんどくさいっていうだけだね。ちょっと一回逃げていいですか、もう一回。もう一回ちょっと遊ばしてください、せっかくなんで。せっかくなんで遊ばしてください。いろいろ見たい。ドルバ効くんだな。耐性じゃないんだ。いや、あれ効いとるよね。2000は当たりは効いとるよな。いや、耐性でもどっちでもいいんだよ、ダメージ入っとるよ。魔王でいくか。これでいくと、悪魔の騎士でいくと、これメラブレ入っとったろう、確か。メラブレナズンナズンか。ちょっとこれで一回行って、メラブレ見たい。ちょっとこれでメラブレ打って、ちょっと逃げてきますわ。一応回復しとく？倒せたらもう倒しちゃう。メラブレが見たいなと、ちょっと待ってくださいよ。ナズン見とるもんな。これで行くとドルマ絡みなんですよ。ドルマヒャドがあるもんな。これバラバラ入っとるな、確か。メラブレがでも見たいでな。そうだね、これだと構成一緒だ。ちょっとメラブレをいっぱい、一回見してください、見してください。これ多分そうだね。強い人を回復出していけるんじゃないですか。一応、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。壺あるか？壺出とるか？壺、ちょっと。これは弱いやつだな、多分。壺ないか。自宅も用でこなかもな。ちょっと待って、だったら。あれ、使っとくわ。聖水を。1、2、3。こだまでいいだろ、こいつ。多分。バカにしとるから、パラディンだけちょっとあれか。こうしとくか。ちょっと見せてください。メラブレみたい。そうか。まあ、弱いのはいいけどさ、心が非常にね、集める。価値が多分ないよな。いや、ちっちゃい声なんですけど。いや、ほんとあれだったらね、悪魔の騎士やボストロールとか、魔王の使いのが多分いいんじゃないかなって。即死耐性がね、まあそれをね、映像を出してないで、ね、何にも伝わると思うんですけど、そんなにあれだ、もう一回倒すかも。で、そんでちょっとあれか、どっちにしろ心なんか落とすですよ。D でも S でも。それで、まあ見ましょうというところだね。D じゃあれか。頑張んな。S 落とさなあかんか。でもこれで S 落ちてもあんま嬉しくないだろうな、多分な。なかなかあれだね。だいたい最初にさ、竜王の杖を絡めたさ、復刻ガチャ入れた時にさ、ザワザワってなったのか。それ来たか。まだカンダートマホークとかちょっと癖になると、さ、カンダートマホークもあれだもんね。王家があるところを考えると、無理だよな、あれ。インパクトが欲しいかどうかっていうところだけど、今そんなにだよな。ただいいよ、でも別にそんなあれじゃないの。なぜで1300だからそこまで低いってわけじゃないよな、これ。それかあれか、もう推薦レベルが低いから、実力差がありすぎて何でもある程度取るってことか。通っとるもんね。ちょっとメラブレ一回見してください。空列団もね、こっち空列団やるんだ。これでも1000与えるんだもん。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。ここでメラブレ見て一回逃げさせてください。あれ、これメラブレ持ってないの？え、
これ間違えた？いや、メラブレないんだ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。縛った。すいません。すいません。何べんも長いで。メラブレ、ちょっと待ってよ。いいよ、遊ばして、遊ばして、遊ばして。あれ、メラブレ。こっち入ってないんか。200でいくぞ、入っとんか。200でやってみるか。いや、コスト200のやつ。ちょっとこれで一回メラブレ見してください。メラブレ見て、メラブレ見て、これでサブナックのデッキに変えて、あのシャドウが入ってるんで、それでいきますわ。なんか何でも通りそうな感じがすごいするんですけど、これちょっともう1分飛ばせんかな。喋るのはいくらでも喋りますけど、あのくだらんことだったら適当には喋りますけど。でもあれだね。これ、そのハロウィンの夜、夜中出るんだよね。これ、いや、夜起きとる人とかはいいですけど、夜更かしとかじゃないけど、眠い目こすって、やる価値あるのかどうのかってことだね、これ。で、もらえるもんとかなんとか別ですけど、難しいね。これが1ヶ月出てきて、まあいいけど、いいけど別にな、倒しやすくてね、もう最後多分あれだろうね、討伐手形の消費と金儲けのためだけに多分倒すような感じになってくると思うんですけど、ただこの、心がな、いると思えるんだけどな、弱いは弱い方は確かに楽は楽だで別にいいんですよ、そこら辺は。別にそんな、なんて言うんだろう。ね、あの、超高難度なコンテンツを求めてるような私マニアックな人でもないもんで、楽ができれば楽でいいんですよ、別にそんなね。あの、優越感に浸りたいとかそういうとこはないんだけど。ただね、心の強さがね、そこが一番あれだろうな。燃えんとこだろうな。というとこでメラブレ見してください。これでメラブレ見て、バトバスおるでしょう。最初かかっとるとこもあるけど微妙じゃない、村人かかって1200って。これドルまで行った方がいいのねえ。そうだよね、多分ベラブレソーダボーか。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。これでじゃあもう返させてください、返させてください。200でって考えや、あれかコストか。いや、今から準備して帰るのめんどくさいんで、そこまでで尺も高くなるし。それでじゃあサブダックに変えて、これで確か、いや、遮光入っちゃったはず。そう、全部火力降り。あ、回復あるか。これで行ってみよう。だったら夜遮光あるし、ドルマ2本あるし。なんか結局何で行っても良さそうな感じあるんだけどな、今んとこ見とると。だって別に全部が全部通らんってわけじゃないよね。風で食べてるわけじゃないよね。むしろ対魔好き体のあれだろうね。バギムチか。あれはでも参考だらんもん、あれは根本的に火力が違いすぎるから。バギがいいっていうより、まあ多分バギ通ると思いますけど、通らないあれだもんね。バギムチそう多分あれだもんな。赤ちゃんやったって売り上げ上がるわけないんだもんな。リリースしててそれがダメだったらあれだもんな。ということでバギは通ると思うんですけど、ドルマもあれなんだな。火力差でも無理やり押し切っとんかな。なんかそんな感じありますよね。水性レベルが40だもんね。やっぱその実力差ではないけど、差があるもんであれだろうね。ダメージ出せると、ある程度出ちゃうんだろうね。デインの時もそうだったもんな、あれ。最初の時のギガソードでもそこそこダメージ与えとったし、で、魔法戦士があのバギムチで、フォースブレイクバギ2段階かけてた時、レンジャーあれだもんね、クーレツダーやってたから、それでも、ね、ギガソードに近いダメージ与えとったから、まあ、強くないことはよく分かった。もうこれでちょっと長くなるんで、とりあえず倒しますわ、多分。って言って負けたら笑うけどな。ただ、あの、ザキがあれだろうね。あ、でもあれか。最終まで体力であんた減らしてるの分からんか。最後になったら全員あれか。ザキの4連発とかやっていくとか、そんなことないよね。あと3回攻撃でザギ3発とかないよね。ファイ行きますよ。なんか見た目強そうに感じたんだけどな。まあ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 、強いの弱いの。タイマー付き1300。バトマス2000。ただ最初はあれだもんね。これ裏見たあれだろ。シャドウダメだろ。絶対わかるわ。今のダメージダメだもん、あれ。1000ぐらいだもんね。多分そんな良くないと思うわ。下がっていくと思うわ。タイマー好きがあれ？バトマスが強いってことこれ。レンジャーの偉いダメさあるもんな。心がそんな悪いってことある？これでもサブダックデッキだから外貨なんですよ、全部。外貨かあのワイルドの獣耐性ばっかなんだから。これバフも最初聞いとんだったらほんとあれだよ。半分ぐらいは多分一気だろうね。これ3人とかでやったらすぐ終わってくんじゃない？これ私あれだわ。これ動画終わってから、速攻で、近くのシャドウサタン、2、3体ポン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 で倒してきて集めようかなと思ったんですけど、集める
微妙だよな、これ。最初も言った通り、これどこでもだけで多分集まっていくと思うんですよね。で、これやるんだったらなんか他の集めた方がいいな。メタルドラゴンでまたもう一回集めた方がいいんじゃないの、これって。コストとか考えると。まあいいや、これ倒しますわ。最適構成でいくとバギムチ持ったら全部バギムチか。まあそんな成金の人はなかなかあれだというところで。ドルまで行く？タイマ好きのバトマスだったらでもあれだよね。効果力ない。別にデインでもダメージ与えとったし、どれでもいいんじゃないかな、手持ちで。レンジャーの方は弱い。これでバフがなくなったとこ2000。氷結乱撃が3の4、1200くらい。でも全部が全部そこまでってわけじゃないよね。1000くらいは与えとるもんね。なんか早、あ、これが鬱陶しいんだな。体力3分の1ぐらいか減った時にザギやってくるみたいな。あれとダークマッシャーか。あれがまあ今見とると強いぐらいってとこっすよね、これ。一番あれだな、メインアタッカーをやってったな。ここでちょっとオートのババ行ってみるわ。長くなるであれ、魔法戦士起こす？いいっすよ。いや、いいっすよ。お前起こしたくなったら起こしてみますと。ダークマッシャーが強い部類。でも200だったらそこまであれだよな。むしろザギ2発とかの方が怖いよね。この状態でも回復値でも起こせる余裕あるもんな、これな。タイマ好きして、あ、うまく縛ったね。縛りもそこそこ入るか。最初でもそうだったもんね。初日だけってことないよね。これで、ザオラルしまして、これで行ってみよう。どうでしょう。減り方もだってあれだもんね。線とかでも、ゲージの減り方でかいから、耐性出たで、やっと出たで。ここら辺でやっと分かってきたね。まあ、大体ダメージ量見とるあれですけどね。ただ体勢でも1000くらい与えるならまあいいんじゃないの、これ何でも。そこまでなんか、シビアな戦いを求められるような相手でもないよな、これ。まあ、強くないってことはよく分かった。いや、いいよ、別に240か230の4で1000くらいでしょ、約。これ本当あれだろうね。強い武器4つ持っとる人、回復なしでいけちゃうだろうね。アンコールで何に沈めるとか。そこまでの価値ないよな。まあいいや、このまま行きますわ。最後なんかあれだろう、変なイレギュラーなことやってこんだろう。ザギはめんどくさいね、即死はね。だからあれだろうな、即死対してこんだけ心増えてきたんだろうね。バギムチ持ってってやっぱあれか。即死対して入れた方がいいってことか。即死対して入れてもやられるときはやられてるけどな、これ。10% だろうが 20% だろうが。バトマスはでも何でもいいな、私の手持ちだと。常闇でもあれか、雷神でも別にあれだろうね、王者でもいいだろうね。メラブレでも別にいいんじゃねえかと思う、これ。ゴスマでもそんなあれじゃないの、多分。もう終わるでしょう。なんか別の意味であれだな、拍子抜けだったな。これとあとあれだもんね、これで多分新規メガモン出てこんでしょ。こいつ1ヶ月ぐらい付き合ってかなかんなもんね。経験値9000でそこまで高くないね。さて。微妙なとこが出たな。赤は赤で分かっとんですよ。即死耐性でね、そんなにやり、力とかめちゃめちゃ高いわけじゃなくて、突出してなんか上げるわけじゃない。確か斬撃耐性だったかな、斬撃だけだったかな。どっちかが S で 10% 乗るぐらい。これは微妙だな。ゴールとか嬉しいってぐらいだな。とまあそんな感じでね、散々遊び倒しましたけど、これで一応試みましょう。試みましょう。真珠の方で見るか。真珠で入手順でいきますか。入手順でちょっと待ってくださいよ。並び替えでございまして、入手順でございます。それで C だと何にもついてないんですよ。 S だと確かで、ね、即死耐性とか斬撃大義あったが、どっちかな、ちょっとそこまで覚えてない。斬撃はあった覚えある。力がね、多分80ぐらいじゃなかったかな。20枠入れで100いかんぐらいじゃなくても 10% だから、そんなにあれだろうな。で、これ別に攻撃魔力あるわけじゃないからさ、 S になってもね、攻撃魔力の要は力と魔力混合で使えるって言われてもないし、素早さもまあそこそこ速くなったけど、別に赤の心なんか他の使っても速いですもんね。そんなにあれだな。即死と怯え体質やったかな、確か。微妙だね。うん。微妙でございます。微妙でございまして、こいつのために、これ、ちょっと最後にお知らせ言って終わりますけど、
予定を見ますけど、シャドウサザンでございまして、本日29日登場します。一応このあれか、2回目の部で私これ一応倒しましたということで、これ12月2まででございますよ。約1ヶ月ぐらいはこの人と戦っていかなあかんすよ。これでシャッフル枠がこんだけだから、シャドウサタン含めてメガモンこんだけしかいないってことですよ。ブラックドラゴン、ギガンです、メタルドラゴン、ゴーレム手形返せっていうね。で現在の私の環境で言うとメガモンの状況がこんな感じでございまして、これを言っていこうかなと思ったけど、もうなんか行く気ないね。これはどこでも集まるから、まだこっち行った方がいいんじゃない。こんな感じでございます。まあ微妙ってことですね。とまあそんな感じで、これそんな無理にデッキやるわけじゃないよ。多分回復1枚適当に入れるときは、何でもなんか自分の持ってるべきそこそこ強いやつ、強い順に並べときは暴れじゃないかな。微妙ということですね。ただこれで1ヶ月付き合ってかなかんとかで、というところで、まあそんな感じで、あのメガモンね、あの悪い意味の予想がね、あなんかすごいね、的中ではないけどね、の方向に行きまして、まあ、とりあえずこれお金目的でもやってきますわ。飛ばす手形で、あの投げ捨ててで、ね、ジェブ投げ捨ててということで、はい、ということで、そんな感じ、終わり。